思っていいたより若いなそっちは京浜新聞社の伊達だ鈴木と東場会の癒着を追っていたふん。<laughs> あの有名な元刑事の分野かお前らも一杯やるかいや お前、沖縄の例のリゾート予定地で、養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で、道島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたいお前とこの民家竜蔵、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺も、あのリゾート開発が止まればいいと思っている。な、なんだとあんた何を言ってるんだあのリゾートがなければ、あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのかそうだな。だが、それはもういいんだ。もういい なぜ簡単だあの法案俺は初めから通す気がなかったからだ何だと聞かせてくれ沖縄の基地拡大とリゾート開発その全てについてうん俺もお前たちに頼みたいことがある あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだうん。俺の本当の狙い。それは、世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かかそんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは、通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。 ブラックマンデーそれってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのかさすがは分野だよく知ってるな1987年あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団通称 ブラックマンデー。俺はその正体を知るために、あの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだとどういうことだ知っての通り、基地拡大の最大の目的は、日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では、超単位の金が動いている。 設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶。沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は、他のどの国が逆立ちしても売ることができない、最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば、中東を含めたアジア一帯の国々は、 今後十数年、日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に。日米共同開発の BMD は、世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだ。と、一応世界的にはそういうことになっている。一応だとああ、そうだ。そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ 世界最新の兵器開発。それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさか、その欲しがってる奴ってのがブラックマンデーその通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。奴らが 指をくわえたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか沖縄の基地拡大法案は、あくまでその、ブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと。ダミーとはいえ、俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために、俺は鈴木にリゾートの話を提案し、 奴に利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外、全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だが、あんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ。 ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだじゃああんたの目的はハナックから鈴木との総裁選にはなかったってことかそんなものは小アッパの政治家気取りが欲しがるもんだ俺には全く興味がないうんだがアメリカも関わるほどの大がかりな作戦 あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。ダイゴを撃った犯人を知らないかそれは俺にもわからん。そうか。あの風間に似てるって男のことが、素性も目的もさっぱりだからな。ああ。 待て、風間だとそいつが道島大号を撃ったのか何か知っているのかうん。俺の知っている風間と、お前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが。教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは、一体誰なんだ風間ジョージ。 お前のいた登場会の元幹部、風間組組長、風間慎太郎の実の弟だ。親さんに、弟が知らなかったのか。あ、はあ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはりああ。両親を早くに失った風間にとって弟、ジョージは、 血を分けたただ一人の兄弟。何者にも代えがたい存在だったからな。ん風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら、桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ。あの兄弟は。どういうことだあの二人は、 決して交わることのない道に進んだからな。まさか、風間の弟の職業って警察だ。元警察庁長官官房、国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それって、エリート中のエリートじゃないか <laughs> エリートか。まあ、元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。 だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、かたやこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、かたやアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだあんたもしかして。ジョージと俺は警察庁の同期。唯一無二の親友だ。 何あんたと風間の弟が今回の沖縄に絡んだ一連の事件も、全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと一体どういうことだ俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ、親父さんの弟が大醐を撃ったというのも、 計画ののたためだったというのかおそらくは風間の弟の組織ってのは何なんだ今も警察の下で動いてるのか違うあいつはもう日本の警察の人間じゃないじゃあ今は何をあいつはアメリカの CIA アメリカ中央情報局の 極東担当の諜報員だ。